今日では始まりました。本日、イングリッシュチャンネル。このモリティティイングリッシュチャンネルではメンバーシップをやっておりますので、そのメンバーシップの説明をしたいと思います。現在ですね、授業チャンネルを開設しまして、まあいろいろと黒板設置したり、電子黒板設置したり、カメラ買ったりとで、いろいろと初期投資がかかっている中でやっていくわけなんですが、これからどんどん大きくしていくためにメンバーシップを導入しております。どうしても授業をね、無料で届けるためには必要となります。まあだから、本当に大学受験の授業は無料で届けたいなとずっと思っているので、そのための支援をお願いしたいと思っております。で、まあ一応他のね、 TOEIC とか英語の試験対策としてはいろいろと授業をやって、そこでまあ自分自身は暮らしていけたらいいなとは思ってるんですけど、とりあえず大学受験に関しては無料でこの映像ではお届けできたらいいんじゃないかと思ってやっていきます。で、メンバーシップの内容ですけども、レベルが分かれております。レベルが1から4まで分かれています。値段もそれで分かれているんですが、まあ本当にただただ支援したいというお気持ちでやっていただいている方、本当にありがたいです。まあぜひそういう気持ちでやっていただけたらと思います。あまり見返りみたいなのを期待されると、ちょっと忙しかったりするとできなかったりするので、メンバーになると、絵文字が使うことができますね。このライブの時とかコメントとかにも使えるのかな。あとメンバーの横にバッジがつくんですよね。バッジがあるので分かりますね。絵文字はそうですね、僕や平先生に、あとナイスパとか Hello there とかですね、平田ゼアとか、あとこのスプラッシュマウンテンとかですね、このパンチのやつとか寝癖のこういうのが使えるようになります。で、それぞれのレベルとしては、レベル1は、まあ、メンバー限定のライブ配信が見れたりとか、で、ちょっとライブ配信忙しくてできてないので、メンバー限定の動画も最近は上げてます、コンスタントに。まあ2週間に1回ぐらいは上げたいなと思って、メンバー限定の動画を増やしてます。実際、本当はサブチャンネルで上げる予定だった動画結構あったんですけど、もうサブチャンネルがなんかですね、食べる動画になってしまったので、普通の未公開トークはもうメンバー限定で出してます。未公開トークっていっぱいあるので、これからもたくさんメンバー限定で出していけると思いますね。で、レベル2になると、もちろんレベル1のやつは全部ついてて、レベル2になるとTOEIC対策講座は受けられるようになりますね。まあ僕が大学の授業向けに作ってた動画なんで、あの画角とかも全然ちゃんとはしてないんですけども、もうTOEIC対策バッチリと教材、自分の著書を使ってやっておりますので、まあそちらを視聴できますね。まあ一応毎週上げていく予定になってます。で、レベル3になりますと、まあ英作文の添削が1回受けられるという形になりますので、ぜひ需要があったら送ってきてください。で、レベル4になると、だいぶ高い値段ですけど、これはちなみに YouTube 側がおすすめってした金額をただ選んだだけです。レベル4になりますと、学習相談ができますので、相談してきていただければという感じになりますね。まあ、月1で学習相談ライブはやろうと思ってます。そのメンバーシップ限定の時に、ただまあ、時間が合わなかったら当然できないので、まあ、メールでやったりとかっていう形になることもありますね。で、実際、英作部はまだお一人の方しか利用してないので、一人のものだけ私添削してるって感じですね。で、あとレベル4の方は、まあ、何ヶ月かに1回ですね、本、サイン本を送ってるという感じになりますね。そう、新しい本ができたら、検本っていうのをやってます。で、新しくなくてもいっぱい本余ってるので、何ヶ月かに1回やってます。ぜひね、大きくしていきたいと思っておりますので、ご支援のほどよろしくお願いします。